ましたケンマスクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、このね、なんかごぼう天ってやつ買ってきました。ということでね、これを使って、このやみつきごぼう天やっちゃいまーす。はい、調理スタート。はい、今日のね、材料説明いきますね。はい、これね、ごぼう天ってやつですね。これね、なんかこう、さつま揚げのこう細かいやつですね。はい、それと、はい、玉ねぎ半分に、はい、ニラ1束ね。それから、はい、もやし 100g。はい、こんだけです。はい、そしたらね、はい、調理の方行ってみたいと思います。はい、まずね、あとはみんな細かく切ってあるんですけど、まあ、玉ねぎだけはね、こんな感じで、まあ、2ミリぐらいのスライスにします。はい。あとはね、これもね、ニラね、あらかじめ切っちゃってあるんですけど、これ大体3センチぐらいにね、カットしておきましたよ。はい。さあ、そしたらね、今日のね、慌てないようにね、今日もね、タレの方を先作っていきますね。合わせ調味料ね。はい、まずね、お醤油大さじ2杯。はい。それにお酒ですね。日本酒大さじ2杯。うい。それにみりんですね。はい。みりんも大さじ2杯ね。こんな感じね。はい。そしたらね、最後ね、お砂糖は大さじ1杯ね。はい、こんな感じで。はい。それでね、今日は、ごぼう天なんで、ちょっとね、生姜が合うんじゃないかなってことで、これにね、ちょっとね、生姜をね、ちょっとね、こう結構ね、多めにちょっと生姜味風に大さじ1杯分ぐらいかな。こんな感じで結構多めに生姜すります。はい。はい、これでタレの完成です。じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まず油大さじ1杯。そしたらね、まず玉ねぎちゃんだね。玉ねぎちゃんパン炒めて。今日はね、このね、ごぼうのね、さつま揚げってことでね、これね、普通に生姜醤油で食べて美味しいんで、今日はね、ちょっと生姜焼き風な感じにしますね。はい。ただまず、玉ねぎが一番火が通りづらいんで、まずね、玉ねぎをまず炒めますね。はい、こんな感じで、はい、玉ねぎが半透明になって、はい、火が通ったところで、はい、もやし投入。はい。よし。そしたらね、ここで、はい、主役のね、ごぼう天ね。これはね、もう揚げてあるものだから、まあね、そんなにね、もう火が通ってあるもんなんで、ここでちょっとまあ、パッと合わせる感じですよね。パッと合わせて、はい、ここでね、ニラも一緒に投入してます。はい。はい、こんな感じで、はい、一回ししたら、はい、ここでね、はい、タレ投入。はい、はい。タレ投入。うわー、もうめちゃめちゃ生姜のいい香り。こんな感じでね、ちょっとね、はい、こんな感じで、はい、ちょっとね、もやしとかに火が通ってきたら、はい、最後の最後ね、ちょっとね、薄いんで、これ、ちょっと水溶き片栗粉で少しね、軽く、ほんと軽くこんな感じで回してあげると、これが種がね、絡まりますからね。はい、こんな感じで、一回ししたら、はい、これでもう完成です。そしたらね、はい、できたての、はい、ごぼう天炒めちゃんをさらに盛り付けて、めちゃめちゃ美味しそう。はい。はい、こんな感じで、はい、お皿に盛り付けて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、はい、やみつきごぼう天の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よーし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じ、こんな感じだよ。はいはい。美味しそうですよね。はい、じゃあこれをつまみに今日もいっぱいやりたいと思います。はい、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯！わー、美味しい！もう毎日楽しい！ってことで、はい、今日の感じ。はい、こんな感じですよ。美味しそうですよね。はい。なんかね、見た目、なんか今日の感じ、なんかニラレバ炒めみたいな見た目になっちゃったけどね。でね、このねごぼう天を今日はちょっとね、ごぼう天だからね、なんかちょっとイメージした時にちょっとね生姜効かした方がいいなってやっぱ思ったんで、ちょっとね生姜焼き風の味付けにしてみました。ってことで、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。うわー、湯気出てる。これはめちゃめちゃ美味しい。へへい。もうね、もう単純明快な味ですけど、甘辛い味に、まあ、生姜バシッと効かしてますからね。でそれにこのねごぼう天のごぼうのね感じと、このね野菜のねこのなんていうの、もやしとかでたまにニラ、これをねシャキシャキしてて。まあこれはこれだけで、ごぼう天はごぼう天だけでも美味しいんですけど、こういうねなんか、まあどっちかっていったらおでんのネタとかにするようなのが多いと思うんですけど、こういうふうにこうちょっとね炒め物でアレンジして、お野菜とちょっと甘じょっぱい感じでねちょっと生姜効かせるとめちゃめちゃいいおかずになりますよ。でまあ当然もうこれはもうお酒ね、炭酸系とかビールめっちゃ合うし、ご飯のおかずにもめちゃめちゃいいですよ。ということでいただきます。おいしい。ということで、今日の簡単料理ね、このごぼう天はねだからこう洋華堂さんで買ったんですけど、まあ200円ぐらいで売ってるんで、まあ結構ねお安くおつなつまみできるんで、皆さん簡単なんでやってみてください。ということで、今日の簡単料理やみちきごぼう天大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。